ちは。簡単ウクレレ教室ガズレレ、なんと私ガズさんではなくコズレでございます。ガズさんの奥さんのコズレでございます。今日はですね、何の動画かと言いますと、今こちらにね、美しい方いらっしゃいますけども、何かというと、5月の20日は皆さんもね、もうお伝えしている通り、ガズレレ10周年の、ね、生誕祭のライブイベントということで、東京と大阪と名古屋っていう感じで3カ所今回開催するんですけど、でその中の1個名古屋にちょっとね、丸々1日名古屋を楽しんでいただこうっていう日で、 G 日和っていう感じで勝手に今ね、名前を付けてみたんですけど、でそこでお昼の時間にちょっと私と、あとこちらにいらっしゃる女性をご紹介すると、ガザさんが愛用しているジーラボのウクレレ、もうそういうね、こうジーラボとここにたくさん、あとこれもね、私もね、薄レレをいつも愛用してるんですけど、でそのとても素敵なウクレレのポップアップショップ、試奏もできるし、あとこれ欲しいな、素敵だなって思ったら買えちゃうっていうね、そういうところのポップアップショップをね、こう同じ会場のライブハウスの中に、リデンとこうオープンしようということになっていて、それと同じ場所で私もね、実は YouTube で「寝元時間」っていう、ガズさんと同じような感じで、自分でね、こうどんどん作って楽しもうよっていう感じのことを、縫い物を通して皆さんにお伝えできればなと思ってチャンネルやってるんですけど、そこのいろんなものを作ってきた中の、ほとんどね、もうお家からごそっと今回持っていって、もうできる限り展示をね、させていただこうかなというふうに思ってるんですよ。でその2つのイベントがお昼にあるということ でそのね、ちょっと告知を2人でね、させていただけたらというふうに思ってます、はい、でなんで今この2人かっていうと、1個その中のまたイベントがありまして、2人のトークショーならにね、座談会的な感じでね、ちょっとこう女子トーク的なね、感じなことができればなっていうふうに思っているので、で内容っていうのは今ここでいっぱいね話しちゃうと、もう出来上がっちゃうので、その、ね、中身は、オフラインのイベントならではの、なんかね、そこでしか聞けないことっていうのももしかしたらあるかもしれないんで、それもね、ぜひぜひお楽しみにしてほしいなっていうふうに思うんですけども、今日はその名古屋に、大体その私と、ジーラボさんのイベントが1時から3時ぐらいまであるんですよ。で、ガズレレの本編 その生誕10周年のイベントっていうのが、オープンが6時、夜の6時で、始まるのが7時、夜の7時からなんで、ちょっとその間にね、3時間もしくは、まるまるお昼のイベント2時間いることはないとして、4時間か3時間か2時間ぐらい空く時間があるんですよね。でその中で、名古屋といえばこんなところどうですかとか、こういうところ今いいですよとか、あと逆に青山さん個人が、ここちょっと行ってみてほしいなとかいうところを、名古屋 G 料理ということで、一日名古屋を楽しめる、なんかこうね、こうツアーみたいな感じでね、ちょっとご紹介をいくつかできたらいいんじゃないかなっていうふうに思って、ちょっとお聞きしようかなと思ってます。はい、で青山さんは、はい、本当もう一回ね、ちょっとちゃんとご説明をすると、ガズレレのホームページがあるんですよ、でそのホームページで結構ね、皆さん今ホームページをねチェックしてくださると思うんですけども、なんかこう素敵なデザインとかね、構成とか、ああいったものを全部青山さんがやってくださってるっていうことで、もうガズさんのこう金銭に触れるっていうか、こうピンポイントでガズさんが「うんうん」っていうこうね、いつもうなるような感じのことをしてくれるデザインの方なんですよ。でその方がポップアップショップのね、こういった、なんていうのかな、レイアウトっていうかね、っていうのも全部やってくださっていて、なんでね、実際にお越しくださった方は、なんかやっぱ世界観がね、もうああいう感じかっていうのをね、もう感じてくださってるかなっていうふうに思うんですよね。なので、ぜひぜひ、で、YouTube もね、あるんですよね。一応そうですね。我々のGラボ YouTube チャンネルということで、いろいろとこう、弦が張り替えてみたりだとか、試しにこういうことやってみたみたいなものとか、あと工場が製造工場がベトナムにありまして、私も行ったことある。そうですね、コロナ前ですから結構でも3ね、そうあって、そこで日夜職人たちがこう手仕事で作ってるんですけど、そちらのなかなか工場見学といってもパッと行ける距離ではないので、それをこうオンラインの工場見学みたいな動画を配信したりとか
ね、してますね。ちょっとよろしければぜひ、うん、あのご覧いただきたいなと。そうそうそう、あのもちもち更新して、うん、あの行ってますので、はい、でね、今度はそのねジェラゴさんのチャンネルでもね、はい、また別のね展開ちょっとね、2人でお話しできればなっていうふうに思ってますよね、はい、せっかくこの、うん、こう機会があるので、ね、のジェラゴ YouTube の方にも、うん、小瀬さんに、うん、あの登場していただきたいと思います。はい、はいっていう感じで、じゃあ実際ちょっとね、私も名古屋に、はい、まあ、数えるほどしか来たことないんですよ。うん、そう、はい、で大体まあ来るとしてもイベントで来るとか、あとはまあ本当打ち合わせにね、はい、こちらに言わせていただくとかって感じで、はいはい、あれ美味しいところも連れてっていただいたこと何回かあるんですけど、もうそこに車でクッと行ってパッと美味しいを食べてでパッと帰るみたいな感じなんで、なんかこう名古屋をこう堪能して何かこう練り歩くみたいなことをしたことないから、はい、その3時間とか4時間ぐらいで今のそのライブハウスのところから、まあ、どんな感じで何かこう場所を楽しみそうかなみたいなのを青山セレクトで何かあります、はい、そうですね、まずその今おっしゃったように、うん、あのま、我々のこちらの、まあ、日本のというか拠点が名古屋市にあるわけです、うん、その港区にあるんですけど、うん、それがですね、結構その仮にこれが名古屋だとしてこの辺に中心街があるとして、うん、もうこの辺なんですよ。なるほど。で結構いつも打ち合わせにお越しいただいたりとかで、うん、もうこうピンポイントに行って、うん、まあ、この辺りはもうなんかもう、うん、こうもう海みたいな感じで、いいとこなんだけどね、いいとこなんですけど、そうそうそう、あんまりこうあの繁華街とかそういう風ではないので、なんですけど今回そのイベントがもうこれで例えるものかと思うんですけど、結構中心地の方なんですね、うん、まあ今井系、まあ、多少行っていいですね、あの、ボトムラインカフェというその、まあ、そういうライブハウスがいっぱい、まあ、立ち並ぶ、まあ、そういうちょっとロックの聖地っぽい感じのところなんですけど、あ、そうなの？そうなんです。意外とそういうあのもうちっちゃいライブハウスみたいなの結構あるんです、まあ、その中でももちろんボトムラインってめちゃくちゃ有名なあのいいホールなんですけど、うんうん、そのまあ、とにかくこことは違ってですね、うん、その都心であるの で、 だったで、目の前に地下鉄の駅がありまして、うん、今池駅がもう本当に目の前、あの玄関がポッと出たらもうそこに出口が入れてるような感じなので、うん、空き時間にぴょっと電車に飛び乗っていただけると、うん、結構いろいろ行けるかなと。で今池から例えば名古屋の繁華街というかそういう街中に、まあ、見るべきところでいうと、まあ、名古屋駅、うんうん、栄っていう町があって、うん、あとちょっと離れたところに名古屋城があるんですけど、まあ、お昼にお出かけするんであればその3つがおすすめかなと。でも電車に乗ってあちこち移動しても各、まあ、例えば今池から栄までだと、うん、まあ、電車でほんと数駅の、まあ、10分とか10分とかそれぐらいで、うん、あのピュッと着きまして、で栄ってすごく広い地下街があって、有名なんでしょ、うん、そうなんです、あの公園があるんですよ、うん、大きな、でそこであの以前なんか、うん、あのガズレレジラボだった、そこの公園は芝生もすごい整備されていて、うん、テレビ塔っていう、まあ、あのが立っていて、まあ、綺麗な公園なんです、うん、でそれと同じぐらいの面積、もう同じ以上の面積、その地下街が広がっていて、そこにその、まあ、それこそ名古屋グルメ的なものもあり、昔からの名古屋グルメってこと？そうですね、結構観光客の方向けのそういうお店もありますし、そこをまあフラフラしてるだけでも、うん、あの女性なら特にあれこれ見ながら歩いてると、うん、あっという間に時間過ぎちゃうかなっていう感じがします、ね、まあ、でそのあんまりウィンドウショッピングにご興味のない男性諸子ですとか、うん、あ、なるほどあのそうではなくて、まあそうですね、まあ、名古屋城、一応まあベタな、うん、あのこうど真ん中のスポットでいうと名古屋城が並びまして、うん、お城自体は名古屋城ってあの新しいんですよね、再建されて。あ、そうなの？昔からあるのではなくて、あのなんで建物の中エレベーターなんそうなんですよ、近代城なんですけ ど、 ただその麓に、なんだっけ、おかげ横丁だっけ、あのあそういう食べ歩きのあるんだ、名古屋からね、そうなんです、そう新しくできて、それもここ 2,3 年ぐらい結構新しいとこなんですけど、そこがあの人気で、いろいろそのなんか海鮮のこうバーベキューじゃないんですけど、こう焼いて食べたりとか、そういうスイーツ食べたりとか、そういうまあ景色を見つつ、その、まあ、食べ歩きもできてっていうスポットなんで
ね、そこは多分その男女年代問わず楽しいところかなと思いますね、うんうんうん、はい、まあ、お城の中は美術館になっているので、あの、まあ、刀剣とかそういうあの町人文化の博物館みたいなのがあって、それはもう私なんかは結構そういうの好きで見てて、歴史ですね、歴史が好きだね、はい、そうですね、はい、そうですね、おすすめかな、まあ、あとは名古屋駅とかもありますけど、名古屋駅って全然大きいですね、大きいです、うん、その再開発というか結構、うん、新しいビルがかなりできてて、うん、あれが大きいと思った、増えてますね、うん、晴れてたら上野公園をあのフラフラしてて、うん、めちゃくちゃおしゃれな公園なんで、でも芝生でぼーっとしてるだけでも、ちなみにさ、その上の感じとその感じはギャップがあるんですか、ですね、その上と下、あ、いや、ないです、あのおしゃれ感です、ね、うん、あ、下も下もあのそうなの、あの、すごい古かったんですけど、もうガラッと新しくなって、あ、そこもじゃ変えたんですね、変わりました、ガズさん、大喜びしたの、あ、これですか、そういや、そう、もうぴったりですよね、ぴったりで弾いたりとか、子供がキャッキャ遊んでたり、芝生もね、すごいあってね、割とちゃんと晴れ、長屋グルメ、それこそ、味噌カツとか、うん、オープラントーストとかなんです、うん、手羽先、うんうん、手羽先ね、あとなんでしょうね、まああの味噌煮込み的なものとか、そういうのいっぱいありますんで、うん、そこにいるだけで、うん、ちなみに青山さん、名古屋で食べたものを好きなのって何なんですか、名古屋ならではですか、そう、なんかこう青山セレクトで一番なんか、ですね、これは結構好き嫌いが分かれると思うんですけど、うん、そのめっちゃベタなんですけど、いいですか、うん、あの味噌煮込みうどん、あ、そうなの、うどんなの、うどんなんです、ちょっとちょっと予想が外れたいや、何も好きなんですけど、いっぱいあるんですけど、味噌煮込みうどん、あの、大体その味噌煮込みうどん屋さんが どこのモールに行っても多分あります、うん、で、あの、なんて言うんですかね、その、まあ、味噌で煮込まれてるうどんなんですけど、でグツグツの状態で出てくるんですけど、むちゃくちゃ硬いんです、硬い、硬いっていうか、腰がすごい、腰があるあの伊勢うどんの真逆っていうか、うんうんうん、あのめちゃくちゃ腰があって、うん、結構まだ生煮えじゃないっていうような状況で多分出てくる、あ、そうなんだ、地域の方からすると、どこ行ってもそれは大丈夫なの、どこ行っても大丈夫ですね、そう、それこそ山本屋さんとか結構その地域の、うん、はい、あのところ山本屋さんだって、山本屋さん、はい、そうなんです、山本屋さんは栄とか名古屋城とかそういう近辺の周りのあたりにどっかありそうなんですか、ありますね、名古屋城どうだったか、名古屋城あったな、ちょっとどうだったか、行けるんだ、はい、行けます、行けます、はい、大抵その街中にはありますし、うん、名古屋駅もあったり、新書館というか名古屋書館を楽しんでいただけると、うん、お土産話になるんじゃないかなと、うん、私はでも普通に好きです、うん、なんですね、まあ、他にもいろいろあるんです、私の調子はそれ、うんうん、山本屋ね、いいですね、そっか、分かりましたという感じで、あの5月20日、はい、あのガズさんパワーできっとお天気もいいと思うんで、はい、本当ね、そうそう、もうお昼からね、はい、来てもらってちょっとあのこういうね素敵なものを触って、あ、これもやばい、買っちゃうかなって言ったら、まあちょっとね、こう買っちゃう方がいらっしゃるんですけどそれを担いで担いで、そうで、ちょっとね名古屋で、あ、でもなんならね、ちょっと預かっててもいいかもしれないですよね、あ、そうですね、あの、はい、心配だなっていう方はお預かりしといて、はい、で、ちょっとね、うん、見といてもらって、で、また同じところに帰ってくるわけだから、で、そのままね、またそれをメイクを持ち帰ってガゼルでね、一日過ごしてもらって楽しみ、そうそう、だから泊まるとかももしかしたらね、いいかもしれないですよね、はい、で、次の日にまたね、名古屋をお母さんが行ってるところ回ったとか、はい、っていう感じでね、いいかもしれない、もうがっつり飯を食べていただいて、味が濃いものが多いので基本的には、うん、あのお酒に合うようなものが多いですね、確かに満喫して、でもやっぱりなんかライブって結局なんかそのライブがもちろん楽しいですけど、うんうん、ライブが始まる前に、うん、物販とかを見てる時間が、うんうん、なんかもう最高潮に楽しいっていうのが、うん、あのネヤネヤ感っていうかねそこを少しでも長く楽しんでいただくっていうのもいいですね、そんな一日をしてしまう、確かに、はい、という感じでぜひぜひ、5月20日の土曜日、はい、1時から2時間ぐらい、はい、あのね、こうイベントが前のイベントで、そしてこのイベントなんと
無料でございまして、しかも出入り自由だから、まあ、1回来てなんかちょっとね、あ、なんかなんかってこう出てってまたこう入ってきても全然大丈夫なんで、楽しんでね、その2時間をね、こううまいことよく使ってもらって、でその2時間が終わったら3時間か4時間ぐらいをちょっとこうトンとね、場所を離れて遊んでもらって、でまた帰ってきてっていう感じで、ほんとね、あのジルビッチリオリな一日を楽しんでもらえるといいかなっていうふうに思います。はい、はい、でもう一回場所だけちゃんと言うと、名古屋のボトムラインカフェで、場所は今池駅の3番出口でございます。はい、皆さん、はい、楽しみに私たちもお迎えしたいと思いますので、お越しください。それでは皆さん、良いガズレレ日和を一緒に過ごしましょう。さよなら。多分個数にすると100個いかないぐらいをわってこう出したいんですよ。で 100作品で、そうだ、あで、なんかその大きいものがなあんまなくて、なのでこう椅子とかも、ああ固めの椅子とかもうまく使って、なんか一個一個こう展示したりとかみたいな感じに、あー、なるほど。と、あとなんか、楽屋にあった、ハンガーラックありそう。